本日2024年11月の30日。えーっと、こちらの文章、動画の説明欄見てもらっても分かる通り、動画の再生時間、2024年10月27日。これでもだいぶ減ってきてしまった方なんですけども、動画の再生時間ですよ。で、これについて、現在のところ、さらに動画の時間が減っていってるんですよ。で、今日の朝見たとき、1300、 70何時間だったと思うんですけども、なんか変ですよね。か我が天下とか、戦国は、まあ我が天下の方で自分の名前にしたりだとか、ホームページは淡い景色の利歴を見たらいいっていうことを記載してたんですけども、この再生時間を、あのー、変に認めないような形とかに誰かされていません。それしたらエネルギーの残存量問題を無視してる側の人間だから、その人たちの動画の再生時間を逆に減らさなきゃなんない。それだったら。 で、僕の方に加算させなきゃならない。河川水門会式玉発電をずっと伝対させてきたんですから。これは政府上層部の総理であっても、えー、一つの国の、えー、大統領であっても、それを決める権限はありません。 国連で決めているエネルギーの残存量問題、2019年の化石燃料の消費量に対して、2035年には35%の、じゃあ65%の削減を目指して物事を進めているので、全然事態が間に合ってないんですよ。 で、その本当のことをばらされたら困るからといって、えー、その収益化のところに関してね、あのーあ、彼に全部本当のことを言われてしまうだとか、そういうふうな形で、この動画の再生時間なんか変にしてません。以前公開した内容の動画の再生時間が1年間を経過して減っていくのはわかります。今日見たとき、1300? 70何時間だったよような気がすするんですよじゃあ減るわけないですよね。だって今日だけで、えー、これ日付なんですけども、これだけ動画を上げてるんですよ。で、これが昨日とかで、これ、こちら28日とかで、まあ、28日はかなり多いです。で、後から再生回数が増えてきたりしています。特にこのワンピース関係のところとかですね。これ27日ですけど、最初動画を上げた時2桁ですよ。 ああまあ何か変ですね。ええー、ちょっとね、あの、皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。放送会、まあ法律業界の方たちですね。ええー、しっかりとご対応していただけたらなと思います。